菊池勝人と佐々木千明の言霊アラカルト、 皆さんこんにちは、菊池勝人です。皆さんこんにちは、佐々木千明です。さて今回も始まりました言霊アラカルト。この番組は筆跡心理コンサルタントの菊池勝人さんとセリフを話すという職業についております私、女優佐々木千明が言葉の大切さや魅力、文字を書くことから見えてくるものなどを言霊として豆知識をまとめたニュース記事的にお伝えしていく番組です。今日も楽しみですね。そうですね、はい、よろしくお願いします。それではまずは菊池勝人さんの略歴をご紹介させていただきます。菊池さんは1953年東京生まれで、大学卒業後大手ゼネコンに入社、国内をはじめ国際事業部の一員として活躍され、そして2004年頃から書かれた文字からその人物を診断できる世界に興味を持ち始め、筆跡心理カウンセラーとして法人コンサルティング、講演、セミナーなど幅広く活動を行っていらっしゃいます。どうもありがとうございます。覚えていただいた方も何人かいるかもしれませんけど、嬉しいと思います、はい、ありがとうございます。お願いします。そしてこの言霊アラカルトで番組アシスタントを務めさせていただきますのは、女優でタレントの佐々木千明と申します。現在はですね、ドラマや映画、CM を中心に活動させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。さあこんな2人でですね、今回も楽しく皆さんに言葉の魅力を言霊としてお伝えできるよう頑張ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは最初のコーナーは言葉の魔法のコーナーです。このコーナーは普段何気なく使っている言葉の意味、そして使い方について、改めての魅力やその影響についてのワンポイントアドバイスを菊池さんの独自の観点で解説していただくというコーナーなんですけれども、はい、今回はこんなシチュエーションでの一コマです。はい、はい、ある日ですね、言霊商事に勤める千秋さんが上司の鈴木課長にレポートを作っておくように言われました。その時千秋さんは同僚の A さんと B さんに相談します。さてその際の同僚 A さん B さんのそれぞれの回答から、実は性格の一端が垣間見えるということについて菊池さんにお話を伺いたいと思います。まずはですね、千秋さんが上司の鈴木課長からリポートを作成するように言われた時の A さんのアドバイス、うんうんうん、まず手をつけてみようよ、余計なこと考えずにまずやってみたら。そしてそれに対して B さんですね、千秋さんが上司の鈴木課長からのリポートを作成するに言われた時の B さんのアドバイスが、いろいろとあれこれよく考えないとダメだよね、参考に誰々さんの意見や考えを聞いてよく考えてみたら、というですね、 A さん B さんのそれぞれのアドバイスについて解説いただけますでしょうか。はい、多分この両方の上司がいる会社はたくさんいると思うし、はい、これを聞いてる方が当事者の場合もあると思いますが、うんうんうん、まず最初の上司の方ね、はい、いやまずやってみようよと、手をつけてみようぜっていう人は、はい、いわゆる自分が主体的に動いていこうっていう考え方があるんですよね。うん、まずは動いてから考えようよっていう考え方、うん、なるほど、だから完全でなくてもまず動いてから考えていこうよっていう姿勢があるんですね。はい、だからその人の前でいやまずよく考えないとって言っても、うん、いやその前にまず動けと言われてしまうでしょうね。で後者の課長さん、後者の方は、はい、結局まず行動する前に考えて、考えなかったら責任ある行動が取れないだろうっていうふうに考えてる人なんですね。おー、なるほど。でこの人はもちろん思慮深くていい場合もあるんだけども、はい、場合によっては考えるだけ考えて結局何もしないということも実はあるんですよ。はい、要は考えてるうちに次から次にいろんな疑問が出てきて時間切れ、うん、何もしない、うん、だからもしもこの上の人がすぐに動く人だと、だからお前考えてるから何もできないんだろうって怒るかもしれない。ああ B さんの、まあ、逆にね、この上司がねそういう人だったらね、だから今自分の立場とこの課長さんの、はい、まあ立場によって考え方は違うんだけども、はい、これが逆になってもお互いに誤解を招くところもあるんだよね。どういうところですか。例えばさ、上の人がすぐにやれようと思ってるのに下がやらないとか、上の人はもっと考えてから動いてくれって言ってるのに下がすぐ動きたがるとか、これが合わないとさ、お互いのいいところが活かせないでしょ。そうですね。でも似てると、はい、逆にすごく加速しやすいよね。はい、もう言われる前にパッと動いて、おお動きなくていいなってことあるし、うんうんうん、動く前によく考えていいな、知りたくていいなっていう人もいるかもしれないじゃない。はい、だからこれが合ってると結構楽なんですよ。そうです、ね、合ってないとお互いに大変。そうですね。ということはさ、両方がさ、は
これはどっちだなって分かってると楽だよね、精神的には。そうですよね、もう全然違いますよね。スタートラインがね、やっぱり違いますもん ね理解するところからね。そうそう、頭ごなしにさ、お前なんで動かないんだって怒る人もいなくなるだろうし、はい、お前考えてばっかりいてもダメだよっていう人もいないだろうし、あるいはもうちょっと考えてから動いた方がいいんじゃないかっていうこともやっぱり言いやすくなるし、そうですよねっていう同意を持って言いやすくなるけども、場合によってはやっぱり一方的に通告して、だからやれよ、だから考えるよって言いたくなっちゃうんだよみんなね。あ、ちょっとしたところだよね。そうですね、はい、逆にこうね、私がそういう立場だとしたら、言われる立場だとしたらですね、結構A さんのアドバイスをちょっと私はこう尊敬というか、まず動いてみようよって、ついていきたくなるなって私は思っちゃいますね。考えてみなよって、自分自身がすごく考えてしまう立場の人間なので、とりあえずやってみようよって言われるのはすごい、やっぱりこうこういう場合もありますよね。あります、あります、あります。だからそれをお互いが相手を知って使うかなんですよ。普通は自分がそう思ってるからやっちゃう。そうですね、これが大きいんだよね。いや、面白いですね。これ初回でもこうお話しいただきました、はい、こう主体的に行動する立場の人と、いろいろ考えて分析をしながら動く人というパターンにも、ね、また置き換え、新しい、ね、置き換え方だなというふうに感じたんですけれどもそうです ね、 ねえ、こんな日常生活で結構あるシチュエーションだと、あると思いますよ。思うんですよね、しょっちゅうあると思う、こういうことはね。でもしかしたらそれについて、なんで会わないんだろうとか、そうなんですよ、ね、悩んでる上司の方、もしくは部下の方とかもね、いらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、こういうふうに今口さんがアドバイスというかお話をいただいたことによって、あ、なるほどって感じていただいた方もいらっしゃるんじゃないですか。言ってくれると、言ってくれるとありがたい、ね、いや、すごい、私も目から鱗、はい、という感じでございました。ありがとうございます。はい、いや、今回もですね、とてもこの興味深いというか、すごく参考になりました。はい、ではですね、このコーナーなんですが、菊池さんからのアドバイス、あくまで情報提供としてのものなので、一般的によく使われる言葉や表現から出てくるフレーズなので、聞き逃さないように注意していただくとともにですね、何気なく使われている言葉の裏側にあるその人の意識を言葉から探り見極めていくことで、相手とのより良いコミュニケーションに活用していけるのではないかと思います。はい、そしてですね、これは他人ばかりじゃなくて自分自身を知ることにもつながっていくスキルですが、あくまで参考にするものであって、断言するものではないこと、くれぐれもご注意ください。はい、いかがだったでしょうか皆さん、はい、何気ない この言葉とか言い方でも、その人の心の奥底にある意識が隠れているのかもしれません。まさに言葉の魔法です。次回も楽しみです。以上、言葉の魔法のコーナーでした。千秋のマンスリーソング。さて、このコーナーは私佐々木千秋のお気に入りの楽曲をかけさせていただくコーナーです。今回はファンキーモンキーベイビーズさんのあと一つを選ばせていただきました。菊池さん、ファンキーモンキーベイビーズってご存知ですか？聞いたことありますが、詳しくわかりません。ありがとうございます。はい、このファンキーモンキーベイビーズの、あと一つという曲なんですけれども、私自身ちょっと高校野球がとても好きでですね、趣味なんですけれども、夏ということで、7月ということで、甲子園の予選がですね、各都道府県で、開催中ということと、あと、この曲がですね、東北楽天イーグルスの田中投手、その登板してた時代なんですけども、はい、が登場する時の楽曲として使われていたんですね。で、ちょっと今年は楽天ちょっと厳しい戦いが続いてるんですけれども、2013年の楽天優勝の時に、田中投手が登板する際に客席が全員で合唱するというシーンがあったんですよ、ね、ご存知の方いらっしゃるかなと思うんですけども、その時のことをすごく今でも覚えていて、思い出すたびに鳥肌が立ってしまうんですよ。感動してしまうんですね。いいですね。はい、で、あとですね、
ちなみに今回もちょっと鉄道好きでもある菊池さんにもまつわるエピソードとしてご紹介をさせていただきますとですね、はい八王子出身のファンキーモンキーベイビーズさんなんですが、この楽曲をオルゴールアレンジしたものが接近メロディーとして使用されております、うん、で1番線がヒーロー、2番線があと1つとなっているんだそうです。ぜひ八王子に、ね、はい、行かれる際には、うん、ぜひこのあと1つ、そして1番線がヒーローということなので、うん、ファンキーモンキーベイビーズの楽曲を楽しんでいただけるかなと思います。改めまして、現在放送中の言霊アラカルト、担当は菊池克人と佐々木千明です。続いてのコーナーは字は体を表すのコーナー。このコーナーは筆跡心理コンサルタントの菊池さんが文字の書き方によってその心理などの分析について、その実態を見るときの簡単なワンポイントアドバイスをしていただくコーナーです。私がですね、ノンインフォメで毎回菊池さんからご指示いただいた字を事前に書いてきておりますので、その書いた字を実際に診断いただきながら解説いただきたいと思います。ちなみにラジオなのでそのポイントは言葉で説明していきますが、実際に見てみたいという方は放送後 YouTube で再編集映像配信版もアップされていますので、大文字で大文字のアルファベットで言霊、カタカナでアラカルトと調べていただきまして、ぜひそちらも合わせてチェックいただきたいと思います。そして詳しく勉強してみたいという方は、ぜひ直接菊池さんの事務所、株式会社オーライアンと検索いただきましてご連絡ください。それでは菊池さん、早速ですが今回はですね、美しいという字の、美しいの美という字を、ね、書いてくるようにご指示いただいたんで、はい、書いてまいりましたが、はい、では早速診断の方をお願いいたします。はい、ですね、はい、この字を見てすぐに分かるのは、はい、美という美しいという字は横線が4本入りますよ ね、 そうですね、最初の3本が一塊で、はい、下に大きい字の大という字の横線ですよね、で佐々木さんの字って、はい、このそれぞれが等間隔に並んでるんですよ。真ん中に枠がこう全部同じ間隔で3本の4本の線が入ってくる、真ん中に空間が3つあるわけだけども、ね、同じ間隔ですよね。でこれって意識しないと同じ感覚に書けるわけがないんですよね、はい、そうですよ ね、 そうだよね、うん、ところが書いてる人は無意識に合わせてるんですよ、これ同じ感覚にこれもう本当に等感覚というね、そうなんだよね、はい、要はこれって等感覚に合わせるもんだよねっていう思いが深いところにあって、はい、それを意識しないでも手がそう動いてるんですよ、はい、そうなんです。でこれはいわゆる自分の行動をコントロールする能力と同じようなものがあって、普段の行動でもこれってこういうもんですよね、こうしないといけないですよねってことをそのまま守ることができる、あるいは守ってるっていう行動傾向が強いのね。したがって感情によってパッと何か動いちゃう人とか何か言っちゃう人に対して、いやもうちょっと落ち着いたらいかがですかみたいなことを実は内心考えたりしたりして、そうですね、すぐに感情を出す人についてはもうちょっと考えないよみたいなことを内心は考えてしまう。でも言いません、はい、自分本当の能力が高いから、ね、はい、言わないんで、だから外見だけ見てると分かりづらいところがある。それぐらい感情を押し殺すわけじゃないんだけども、はい、それを表に出さないような、あるいはコントロールして一つのフィルターを作って、うん、外部に対して伝えますよってことはあんまり抵抗がない。なるほど、ちょっと今腹黒さ出ましたねいや腹黒いとは言ってない、腹黒くないですか、大丈夫ですか。そういうとこが分かるよねと。あ、なるほど。あと横線が結構長いんですよ。はい、ピッと横に書いたね、はい、2本、うん、そうそう、2本が長いんだけども、はい、これが長い方っていうのは、はい、結構ね、その高いスキルとか専門性とかに対して意識が高い人の格字と言われていて、はい、僕らではよく職人さんの字なんて言うんだけども、いわゆる専門知識の高さを得るためだったら、うんうん、少々のことは頑張っちゃうなっていう感覚の人なんですよね。ああ、そうですか、うん、だから佐々木さんが、はい、ここから 字で分かんない、ここから先分かんないんだけども、はい、具体的に何か専門的なものが欲しいとか、うん、いわゆる特に他の人と違うようなね、うんうん、スキルを持ちたいとかっていう場合は、はい、この部分の特性を自分で生かすことによって、はい、もっともっと加速して持つことができるかもしれない。へえ、そうなんですね。
結構ねこの字を書いてる人はね、はい、みんなそうじゃないですかとか言うんだよね。専門的なものを身につくんだったらみんな頑張るでしょうとか言うんだけど、いや本当ですか、それはあなただけであって他の人は専門性というものに対してあんまり関心を持ってない人もいるわけですよ。そうですよね。この字を書く人はやっぱりそういうのに意識が高い人っていうのがまあ分かるんですよね。あ、なんかちょっと嬉しいです。どうですあります、そうですね、結構いろいろ極めたいです。女優としてね、いろいろやらせていただく上でも、なるほど、いいですね。こうちょっと変わった役とか、はい、挑戦しないとできないっていう役があるとちょっと燃えますね、やっぱりね。ね、今女優としてっておっしゃったけども、はい、もしそれを大事にするんであれば、はい、美しいという字の下の大、大きな字、大きいっていう字ね、はい、大っていう字の左の払い、左側の払い、バッと左の払いね、はい、こう左の払い、はい、これはもっと長いといいかもしれない。あ、もうちょっともっと長い、うん、これは長い人って女優さんとか俳優さんに多い字なんだけど、はい、どう私かっこいいでしょう見てよっていう意思なんですよ。なるほど。それが短いからちょっとそういう意識が低いかもしれない。なるほど。これ結構私毎回、前回1回目ですかね浜の字の時も同じように言われたんですけど、ね、まだ足りないんですね。足りないね。もっともっと、だからサインなんかする時は、はい、ブワーッと書くでしょ。それはまさにその本音が出てるわけですよ。へー、面白いな。もちろんね、そういう風に書けよって言われてアドバイスを受けてる場合もあるかもしれないけども、はい、でもそれでもいいんです。そうやってるうちに自分はどん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 そういう道に入っていくから。なるほど、はい、なるほど。だから佐々木さんも女優としてやるんだったら、はい、それ意識的にバッと長くすると、はい、私ってどう見られてるのかなってことを意識するような自分になる可能性は高いね。なるほど。まだまだちょっと自覚が足りなかったようでございます。 これから皆さん見ててください。本当だね、はい、大事なことだね。そうですね、はい、その通りです。はい、でちなみに、はい、右の払い、右側ですね、右の払い、はい、これは別に特にこの字からは取ってないんだけども、はい、これが長い人いますよね。わーっと筆が離せない人、はい、右の払いがバーッと長い人ね、はい、この人は結構自分のこう好きになる世界とか、うんうん、惚れ込む世界を知ってる人で、はい、簡単に言えば惚れ込みやすい人、熱中しちゃう人、他に見向きもしないでそれに一途にやっちゃう人の傾向が強い。へー。それだけに自分の楽しむことを知ってるので、うんうんうん、自分の楽しい時間をすごく大事にするようなことが結構平気でできる人だね。あなたの場合はそこまでないから。あ、そうなんですか。うん、その分取りません。そうなんですね。人とせっかくだから字でわかるから、はい、もしそういう人が今聞いていたらね、はい、ああ結構自分の時間大事にしてるかもしれないとかさ、あ結構惚れ込みやすいんだよねとか、うん、そういうところを自分で知っておくことによって、はい、自分の行動ももう一回解釈できるよね。まあ、そんな風に使ってもらえると一番いいなと思ってんだけど。なるほど。そこまででもないから今こうね書いた字に赤字を入れてもらってるんですけど、いやいやいや赤線入ってないなそういえばって今ちょっと思ってたんですよ。まあ、うん、特に女優さんって意味ではそれはあんまり関係ないけど、むしろ左だよ、はい、左側の払いは、はい、でくれぐれもここで注意したいのは、はい、僕が言う通り書いたら字が綺麗になりますかって人がいるんだけど、なりませんからね。そんなんじゃないから。そうですよね、字を使って自分を変えるってことなので、はい、うん、綺麗な字を書くためだったら他にあると思います、やり方はね。そうですね、はい、その辺が面白いところなので、はい。いやーもう本当にね今回も、はい、まあ、ちょっとね、私自身がちょっとまだね等間隔っていうところと、あとちょっとまだこう、ね、自信がもうちょっと足りないよということで。まあ、自信というか、はい、こう 見せたい。そうですね、自信よくこうもっと分かって、もっと分かってっていう、その表に表向きな発信をできていくかどうかというところ、結構ここ見どころですよ ね、 ね、聞きどころだと思います。実際に YouTube ご覧になっていただいている方もラジオお聞きの皆さんもですね、あ伸びたかと、この結果をですね皆さん楽しみに毎回聞いていただけたらいいかな、ね、うん、ということと、あとはご自分の 字もぜひちょっとどうかなっていうふうに試してみていただけるといいかなと思いました。そう思います、はい、はい、菊池さん今回もありがとうございます。どうも、はい、皆さんいかがだったでしょうか。いろんな方とのコミュニケーションを図る上で、まずは己を知るというのも基本の一つだと思います。ただこの筆跡診断、あくまで筆跡からその人の特性を読み取っているだけなので、その特性がいいとか悪いとかの判断を行うものではないこと、こちらはあらかじめご理解とご注意ください。はい、以上、字は体を表すのコーナーでした。皆さん、
なんともエンディングが近づいてまいりました。言霊アラカルト、いかがだったでしょうか。この番組は毎月第2、第4土曜日お昼14時30分からお送りしておりますので、ぜひ次回放送も同じ時間お耳にかかりたいと思います。菊池さん、今回はいかがだったでしょうか。いや、いつもそう思うんだけど、早いんだよね、はい、時間過ぎるのが。そうですね。ちょっといろんなこと話してるとすぐ終わってしまうみたいで、すいません。いやいやいや、とんでもないです。もっともっとね、聞きたいなっていつも思っていまして。ありがとうございます。はい。はい、実際にこう、リスナーの皆さんもね、もっと聞いてみたいとか、ね、こう、明日ちょっと、ね、会社とか学校とか行ったら、ちょっと話してみようなんてね。使えるもんね。はい、あの、ちょっと、学校とか会社で盛り上がっていただけたら嬉しいかなっていうふうに思っております。おっしゃる通りです。おります。はい。そしてこの番組ではですね、お聞きの皆様のご感想、ご意見も、もうどしどしとお待ちいたしておりますので、どうかこちらまでお願いいたします。ファックス番号047-303-3974、 047-303-3974。メールアドレスは fmu@fmu.co.jp、 fmu@fmu.co.jp、 ことだまアラカルトまでお待ちいたしております。それではことだまアラカルト、またお耳にかかりたいと思います。皆様のお相手は菊池勝人と佐々木千秋でした。ではまたお耳にかかりましょう。